皆さんすでにご覧になってるかもしれませんが、プラレールアドバンス、坂直線レール、そして坂曲線レール、どちらも登るのに失敗してきました。いやー、さあどうなる。そして今日はじゃじゃん、ブロック橋脚。ブロック橋脚というのはね、どういうものかと言いますと、こちらにモデルがございますけども、こうやって線路をね、何段にも重ねることができるものですね。これ結論から言いますけども、プラレールアドバンスでは使えません。なんでかっていうとね、ここね引っかかっちゃうんですよ。通常のプラレールと違ってね、プラレールアドバンスでは片側のレールだけを使うために、ブロック橋脚のちょっと足の部分がね引っかかってしまうんですね。で、僕はこの足の部分をノコギリかなんかで切れば大丈夫かなと思っていくつか買ったんですけど、なんとショックなことに新製品が発表されてしまいました。かねてより話題になっておりました E6 系新幹線プラレールアドバンス対応の坂レールのセットではなくて、バラ売りがあるんですよ。このページの下の方ブーっと行くと、プラレールアドバンス対応の坂直線レールと、プラレールアドバンス対応の坂じゃねえ、ブロック橋脚出てしまうんですね。しかも、東京の私鉄としては初じゃないですかね。京成スカイライナーもラインナップに加わります。これもう全部僕アマゾンで予約しました。8月1日発売予定となっております。ということで、買ってしまったブロック橋脚はどうしようかなと。僕は基本的にアドバンスしかやらないんで、ブロック橋脚どうしようかなと。これ単線と複線のものもまた別に2セット買ったんで、本当にどうしようかな。本棚でも作ろうかなという感じですね。ということで、今日は速報、プラレールアドバンスの坂と、そして橋脚が発売されると。俺はもう予約したぜという話でございました。ではまた。